パクレニツァ国立公園、ベレビト山脈は、クロアチアで最大の山脈。ベレビト山脈の最高峰は、バガンスキブルフであり、その高さは、標高1757メートルである。ベレビト山脈は、ディナルアルプス山脈の一部をなし、アドリア海岸に沿って走っている。ベレビト山脈によって沿岸部は、内陸の陸と分け隔てられている。ベレビト山脈は、 北西の西に付近のブラトニク峠に橋を発し、南東方向に1 4 5キロメートルにわたって伸び、9人の近く、ズルマニア川の源泉付近まで続いている。ベルビト山脈は、通常、4つの部分に分けられる。ベルビト山脈全体が、国立公園に指定され、さらにその中から、パクレニツァとシベルニベルビトの2つの国立公園が分離されたより、 保全に注意を要する貴重な自然がシェベルにベレビトには残されており、ハイドチュキ及びロジャンスキクコビは特別保護区域としてクロアチアの制度上最高原の保護がかけられている。ここでは研究調査以外では人間の活動は禁止されている。ここには未だ知られていない手付け数の自然が残されている。 プレムジチェバスタザと呼ばれる道が、ベレビト山脈の北部から中部にかけて通っている。この道は1930年から1933年にかけて作られ、ベレビト山脈の北と南を結んでいる。その長さは 50km である。ベレビト山脈の大部分へは、この道なくしてたどり着くことはできない。高速道路 A1 は、スベキロクトンネルによって、 ベレビト山脈の南部を貫通している。ベレビト山脈にはまた、クロアチアで最大で最長の洞窟がある。山部からなる、ルキナ山は1392メートル、スロバチュカ山は1320メートルの深さがある。ベレビト山脈の雄大な自然はまた、クロアチアの民族風習の象徴ともなっている。クロアチアの愛国的民謡、ビーラ・ベラバイタでは、 ベレビト山脈を養精として基人化している。ベレビト山脈には保護指定された油中の固有種、ベラはいつかデゲニジャが生息している。ベレビト山脈の景色、ありがとうございます。